よし、延長戦いきますか。うい。行こう。大量の綿。ぬいぐるみ台。ふわふわもこもこぬいぐるみ。いいね。うい。これはそう作った。じょうろ、赤キノコの群れ、そういうのも。あ、ぬいぐるみたい。目光ってっけど。よし、じゃあもう一回行くぜ。これはちなみに消費は増えてるのかかな。ちょっと崩れてるな。もう一回無限行こう。延長戦なんで。特別効果、武器のダメージ、うわどっちもいい。まあ、こっちかな、さすがに。引き寄せと引き寄せじゃねえか。あ、隠れてた。え、誰誰。フェンスより、まあ最初はこっちか。ほら、なんだこいつ。ほら、よっしゃ行こう。大丈夫だよ、今ちょっとおかしかった。ああ使えばよかったな。サルリー使おうか。
おし。鉄球。ジェル？いやいいかとりあえず。行くか。ほら、ほら、ほら。シールド、オッケー。投げるよね。ストライクか。投げんなよそいつ。めんどくせえな。出ないからまだいいか。いいね。ディフェンス。これいいね、かなり。ほら。いいね。吸収早かったね。この1がね、1、2がね、結構でかいんっすわ。ほら。惜しすぎるー。めんどくせえ、もう先に使っちゃう。あんなにさっきな、余るぐらいあったのにな。余るぐらいあったのに。こんばんは。これ音大丈夫？大丈夫っすか？ちょっとすいませんけど、そこだけ教えてもらっていい？アサシンね、微妙なんだよな。まあ、しゃあねえか。グラビティつける気もねえし。
これはもういねえかもしれない。あ、大丈夫ですか。すいません、ありがとうございます。いやー、いい曲だな、やっぱ。いやー、これっていうかバッテリー足んなくて死ぬ可能性あるな。さっきはもう完全に、っていうかモンスターハウスがだいぶ良かった。バックラ、あ、バックラあらず。はいはい、うーん、はい。あ、トリコちゃんのお腹気にしなくていいから、うん。やべ、歯にベーコンが詰まってる。今日はあれですか、配信終わったんですか、もう。うん、最近もあれですか、あれやってるんですね。なんだっけ、俺死活あれですか。あれは RPG っていうくくりでいいのかな。ほら、吸収 OK。 終わってますか。あ、いいね、40 RPG。 2歳で死にます。え、2歳で死んじゃうの。あ、キマコンさんだ、こんばんは、どうも。どうぐらいやんの、キマコンは。うん、さん付けからいきなりタメ口になる、クソ野郎。いや、試練こないだやったら面白くてさ。ちょっとやんだ。なるほどね。あ、試練のゲームボーイか。そうだ、あれも積んでんだよな。やりたいな。いや、これ面白くてさ、永久にできる。プレステ4ぶっ壊れるまで。何やねん。ペケジを愛してやってくれ。そうだね、いいな、こいつはやばいな。さすがにきついか。撃っちゃったけど。あ、スーサイドか。スーサイドな。やべ、ちょっと悩む、スーサイドは。スーサイドね。いや、スーサイドだった。オーバーヒートだった。
ファイト。灼熱一族、灼熱一族かっこいいな。ほら、ああ投げないで、投げちゃいや。味すっかなこれね。マイティね、マイティは。何これ、クイズクイズ100エネルギー、あーいらない。ん、あいたのか、誰だこいつ、だから入れなかった。これだ、ほら吸収ダブルクロー。いやこれ確かダメだった気がする、通常攻撃は必ず2回になる、与えるダメージが半分になる。はい2発目が2発目がクリティカルの可能性があるからね。ダブルクローか、味付かな。腐食食らわない。いや、でもなんか、夢があるよな、こっちの方が。こっちの方が夢がある。よし、行こう。あ、言われ大根、クソ大根。あ、そうそうそう、今みたいに。パワーポット、パワーポット、こっち、味すっかな。卑怯だぞ、その位置は。投げんね、えいえい、怒った。あー、ジャガーノといかん、ジャガーノートはおもろいんだけどな、あれね、本当に。いやー、ちょっと使い勝手が、出たな。君友達多いね。なぜ、なぜ、携帯も怒ってないよ。消滅はやばい、どんだけ成人なんで。あ、これいいね。そういうことだよ、要するに。クリが2回出たら、ああ、そんな、ひどーい卑怯だよ
攻でしょ。エンペラーはいいよな。ブル2回打てるかんな。2回つか10回打てんだよな。最高。シカゴブルス。例えば50のダメージで 25% だったら50でしょ。5025で75だから1点、100で計算した方が早いか。あ、 1.5 倍か。 1.5 倍になるんだな。そう考えると、今みたいにね、2回出たらあれか、2回出たら2倍か。どうなんだろうな、これね。よくわからないけど、クリティカルや追加効果の機会は2倍。だよね。そう、そういうことなんだよね。エンペラーパワー。ああ、これだ。よし。あ、ジェルか。よし、これでどうよ。使っちゃっていいべ。ほら。あれ？なんで？何がいいかな。ちょっと攻めてみる。たまには フルスイング。あ、どんなんだっけ、フルスイング。スイングとはまた違う。いや、待って、これ終わったくさいんだけど。いや、ちょっとこれはあったから、マイティやったらよかった。
あー、それでも、それでも、それでもダメ、それでもダメですか。あー、先にリペアだったな。でもこれやっちゃってもいいかな。ダッシュで逃げて、ほら、よし、やべ、超、あー死んだいやー、ダメかー、めっちゃ減ったもんなよいよい、持ち帰った見応えのある板、お姫様の椅子、すごいね、面白そう。うん、お姫様の、あ、いいっすね。ディフェンスか。なんだっけ、トリコちゃんのお腹工場、もう一個なかったっけ。ディフェンス上げたい。ディフェンス上げるの好きすぎるだ。おっきなぬいぐるみ。これこっか。ちなみに、あ、さすがに減るんだ。さすがに、さすがに減るか。やっぱあれな、それはあるんだ、減るんだ、そこは。えい、あ、食わない、食べないっすね、腐っちゃう。あ、しょうねえか、腹パンパンなんだろうな。どうしよっかな。しょうもねえな、ここを。ご飯ちょっと見っけるか。あ、いきなり？オッケー。うん、エスケープか。ほら、いやー、最初だからあれ結構引きが良かったのかもね。
30回までいけたのは。あんなにあれだったのに30いったかな。20か。ああ、20のままなんだ。ああ、そっか、これ、革の、そっか、木工か、これ。たまに腐食、あー、まあこっちいないんだけど、まあ相手持ってたら、うわ、ふい、おい。重複はないのか、毒エリアが被っても。4のまんまだったな。
よし、よしよし。こら、もう一個な、綺麗なやつ出てほしいんだけど、まあまあいいか、まあまあまあ。オッケー。オッケー。ほら。お。ほら。そい。あったあった。どうよ。ダメじゃない。いやでもまあこれ汚染貯めるために使っちゃダメだな。よし。どういう駆け引きで汚染貯めるために。面白いよな。そういうとこ面白いんだよな。あら、ほら、ほら。ほら、あ、やべえ。いや、もういいかな。よし。腐った何か腐った。また一個飛ぶな。また一個飛んじゃうな。これはやっと一個溜まった。やっと一個溜まった。天気やべ、天気くっそ悪。
食わせられるよね、多分。よし、一個腐っちゃうな。食べるべ、さすがに。これで芯のパンパンになるはずだ。オッケーオッケーオッケー。うぃー、汚染状態でいく無限、ちょっと怖えな。汚染でも一気に上げられそう。汚染が本当に上がんねえな、マジで。ここ厳しいね。あ、出た保管庫のサイズ出た。保管庫完成、保管庫完成しましたね。えい、よっしゃ、これでどうよ。ディフェンス、いや、うっし、はあ、汚染はちょっと、汚れ減速、うわ、これはやっていいよね。よっしゃ、切り替えもね。よし、見てみるぞ。うえーい。いい感じっすね。よし、汚染をためなければ。よし、来い。あ、いいね。今回は。汚染区域ですよ。はい。はい。来なさい。へい、はくそ。自動修復阻害きた。よくわからないモッド。ていうか、でもなんか汚染状態じゃないんだ、ここ。え、全然汚染出ないんだけど。よし。これ何なんだ、それ。ウォーンってやつ。
あれやっちゃった、行き過ぎた。あーやべえ、またやっちゃった、バカ。あ、お前いたのか。これなん、こいつはエーテルデビルみたいなやつか。よしよし、よし、ういてめえこの野郎。お前は来んの、お前は来んの。オッケー、よし、まあこっちかな。これそっか、ご飯出ないのか、このエリアだと。やっぱあれか、エリア1に出て戻って、あれか、ご飯稼ぐしかないか結局。だあこいつマジ頭おかしいな、ふざけんなマジで。あ、いいよいいよ、もう全然いい。スイングか、スイングだよね。かうん、
クオン。ほら。うん、少し食えるか。あー、どうしたかな。ピーがやだね、やっぱね。あ、吸収出た、よし。うん、来た来た、20アップ、最強。なんだよこいつ、マジで。神 BGM。 あ、どうすかな。あ、鉄球、おお、ありがてえ。くっそ、マジ。
あれ、あれか、表示されてなくね、これ。うん、なんだ、ダリ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 、なんで交換したんだよお前、なんで食らう位置に来たんだよ。バッテリーも結構溜まってきたね。やべ、ちょっと肌寒くなってきた。まあ俺が上着着ればいいだけなんだけど。やべ、さすがに、こんにちは。スイング。はい。これじゃない。絶対そうだもんね。あ、出ないってことは減ってきたってことか。一応やるか。吸収モッド来た。おい、いいんか、勝ったんですけど。吸収モッド勝ったんですけど、これさすがに。あ、やべえ、三角の、あ、均衡が崩れた。
こっちだよなっていうか、普通に考えたら、まあ特化はするけどってことだよね。もう一段階やけど、でもあれか、ちゃんと腐れば、あれだもんな、30、そっちの方がいいのかな。あ、やべ、行かなくていいとこ行って、行かなくていいとこ行って。風はそうっすね、気ぃつけます。ありがとうございます。大丈夫ですか？12時っすよ、そろそろ。あー、あれどこ行っちゃったなー。まあいいか、しょうねーか、行っちゃったな、どっか。くっそ、あれ捕まえたかったなー。しゃあね、終わろ。よいしょっと、やべえ、やばい、超いい、超いい、マジで。いや、めっちゃ吸収する。さっき俺吸収モッドつけてなかったよな。うん、いや、吸収モッド最強なんだよな、マジでな。おお、やっちゃうかね。寝てる？植物？あ、寝てたの。自爆はちょっと取っときゃ。あ、これ使っちゃっていいかな。あれ、これ、あれなんだ、虫じゃないのか。おー、
え、これ虫じゃないんだ。あ、違うか。えい。20万回くすんもんな。お前にだっていけるぞ。ああダメだ、変なとこにビーム打つ。試練はな、矢はまっすぐ出んだけどな。だからオッケーオッケー。4階層ごとに曲がかお出た、ラットダスター。いやでもこれラットダスターはね、汚れてないとな、汚れてねえとこれ違うんだよな。ラットダスターな 100% はさすがにでかい。 100% ってことは威力2倍だからね。はいですよね。なんとなくもう、あーなるほど、じゃあこうするわ。ほらこっちか。おい、えい、ダメだ、不毛すぎる、こいつとやり合っても。こういうこと、こういうことでしょ、要するに。えい。あ、ラットダスター来た来たー。ダメージボーナスがなくなる、いいです、いいんです。汚いラットダスター来たね。敵いらね。気持ちいいんだよな、これな。いや、もう回復量が。殴れんもん、チクチク。チクチク殴れるんだけど。
十分でしょ。いらないんだよな、もう吸収もっとあるから。はいはい、全然よ全然強い。ないな。っていうかどこだ、どこなんだっていうか。はいはい、ダリ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 、ふざけんねん、どこも仕掛けてんだ。あ、お疲れさまです。どうもー。キマコンいいやつだな。キマコンはいいやつだわ。ちょっと今言おうとしたけどやめといた。うん、さすがに LINE なんで、大人なんでね。これか。あー、くそ。あ、いいね。これができるか。これができるはちょっと面白いな。1回で50回つかんな。ちょっと食らっても。全然だよね。なんでそんな当たんねんで。行くか。おーらーい、投げんなよ。なんでだよ。キャラメイク。ボーナス。あ、これ超いい。これでしょ。キャラメイク。ちょ、もう一回見てみ。うん。武器4ダメ。火ダメ減少。アクセサリー。クリティカル率か。バッテリー、ターン回復量。道具、クリティカルダメージ。はい。
45。よし、だいぶいいんじゃないですかこれは。よし、なんでね、運んでくれる、ありがとう、優しいな。くっそす、いや待って、え、なんでこんなに出ちゃう、ちょ待って、キャラメイクでしょ、道具、持っているアイテムの種類ごとにボーナスを得る、道具超持ってるってこと、あー、こういうこと、この辺、この辺、武器のおかず、まあ、武器と防具はダメだ、アクセサリーもダメだ、バッテ、あ、バッテリーがターン回復、ターン回復量って何、道具がクリティカルダメージか、クリティカル道具か、この辺、あー、まあいいや、なんかすげえんだろう、あ、よくわかんないけど、これハイパークリティカル出んじゃん、デフォでクリティカル出んじゃん、もっと上げちゃう、もっと上げちゃうもっと上げちゃおうよ、うん、味すりゃいいだがね、いいやこの辺、結局まあでもそのうち60減ってもあんまり、うん、60減ってもな、結局先を見るとな、別になんだよね、ほら OK、 あ、無敵かこれ、やべえ。あいつ強え。なんでこんなに減ってんだよ、体力。マイティってあれなんだっけ？ああ。これは、あれ、俺何使った？ 75。よし、三角、はい、ほら暗いこの野郎、あ、しまった、申し訳、申し訳ない、誰に今俺申し訳ないって言ったんだよ、防御があれだな、そんなに高くないんだな、防御がそんなに高くないけど回復量半端なく、ディフェンス伸ばしたいな、で、あれ低くはないもん、何これ、強制しよう、キュールタイム1ターンにつき、クールタイム無視してスキルを使えるようになる。フロアのものには、ああ。クールタイムを無視する。あ、そうなんだ。ああ、な、どうすっかな。5ターンだったら5減る。10ターンだったら10減る。いや、ちょっと嫌だな。はい、
ほら。すげえ減った。すげえ減った。回復超いいね。あ、あんだよ。綺麗になっちゃうのかよ。え、綺麗になっていいやつって何？あ、これか。綺麗になっていいやつは、ダスターには絶対使っちゃダメ。よし、こういうことしよう。ほい、ほい。これ行っていいかな。ちょっとごめんなさい、一瞬だけ、ちょっと、あれ消す、クーラー消す。ういー、オッケー。ちょっとね、特殊なんですよ、うちのクーラー。神曲このゲームで一番好き。クリティカルですぎる。確定すぎるんだけど、ちょっと。あ、こっちの方がいいかな。あとあれ、リジェつけるか。これ強っ。90つける。あー、しまった。ディフェンスか。いや、でもディフェンスの吸収だったかな今な。今日相当やってくけど、このゲーム。え、何時からやってる俺5時からやってんだよね。7時間経ってんだけど全然飽きねえ。やべえこのゲーム。回復するけど、あれどこ行ったんだよ、投げた本人は。うん、ダメージボーナスってなんだろうな。ちょっとググってみるか、後で。なんかあれないかな、あのアーカイブ、あ、アーカイブのこういうやつ。いや、なんかダメージ、なんかチュートリアルみたいなやつが、あ、こういう感じ。ダメージ、あ、そうコードな。ちょっと待って、ダメージボーナスを教えてほしいんだけど。クラフトじゃないよな。クラフトボーナス、コードのあれかな。ダメージボーナスどっか書いてないかな。ダメージボーナスどっかに、さすがに、あ、ビット系か。装備と投げ、ダメージボーナスって何？
わかんねえ。まあいいや、なんかわかんないまんま。ちょっと待って、ちょっとググっていいですか、ちょっと。なんだこれ、ボイドテラリウムか。ボイドテラリウム。ダメージボーナスは何それ。ダメージボーナスって何ってことなんですけど、ダメージボーナスググっても出てこねえ。ダメージボーナスわかんねえ。おすすめスキル、あ、おすすめスキルとかあるんだ。アクティブスキル、ちょっとホロデコイ、ホロデコイって知らない。モンスターハウスが緊急時脱出用に使える便利な、あ、オーバーヒートやっぱ入るんだ。フルスイング、吸収1、2、キャラメイクは相当いいな。元を2枚以上持っているとクリティカル率が 100% になる。ちょっと待って、俺もっと何個持ってる。あ、俺もっと2個持ってる。え、なんかずっと出るなと思ったら 100% だったんだ。え、ハイパー強えじゃん。あ、なん、え、よう出るなと思ったら確定だったんだね。いや、キャラメイクチートらしいっす。キャラメイクチートらしいっすね。しかも俺今吸収モッド持ってっかんね、片割れが。ああ。でもこれダメが、まあまあ。結構、あ、でも言うてだね。言うて。ダメージボーナスわかんないな。どっか書いてないかな。武器のダメージボーナスが2倍になる。ダメージボーナスって何なんだろうね。なんか根本的なダメージボーナスのあれがわからない、概念が。多分だけど、でもダメージボーナス、いや、わかんねえな。でもダメージボーナスなくなるって経験値のことなのかね。ググったけど出てこなかった今。ラットダスター半端ないな。あ、ラットダスターもちょっと調べてみよっか。うん、ラットダスターはちょっと見たいな。ラッドダスター苦戦されて、こう苦戦された敵へのダメージが100。うん、ラッドダスターだけダントツだわ。対応戦アーマーとラッドダスター、よし、まあいいや。え、なんだっけ、これか。何個クリティカル出るんだ。確定クリはやばい。気狂ってる。やべえ、暗いすぎだよね。あいつはちょっとなんか対策考えとかないとな。フルスイングでも、フルスイングっつうか、なんか、ああ、でもちょっとでもいいな。
カジスレイだがね、言うたらこれよ。390、アホや。あ、じゃあ俺クリティカル、さっきもっとクリティカル率上げようっつって上げたの超意味ねえじゃん。クリティカルはもう上げなくていいじゃん。キャラメイクすごいな。俺計らずしてあれなんだな、チートにしてたんだな。もっとそう、このなんか意味あんのかなと思ってさ、あの汚染されたら強くなるのかな、未だにそれが解明されてないんだけど。あ、そうだ、それもググればいいんだ。なんだっけ、自動修復阻害も、装備品、自動修復阻害モッド、モッドモッド、あった、自動修復阻害モッド、回復しなくなる、変化なし、変化なし、超意味わかんねえこれ。自動修復阻害モッド、ちょっとごめんなさい。汚染を浄化する聖なるダスター、MOD、 あった、これって壊れてる利用方法は、え、これマジで意味わかんない。自動修復阻害モッド、使い道ない、ないんかね。最大まで汚染上げても変化なし、アボイドテラリウムスね。まあ、でもまあ、やってる人がなんか、意味ないっつってんだったらないんだろうな。自動修復阻害モッド、先輩。投げんね。これ使っちゃう。使っちゃいますよ、それ。96？ 1 回の回復96ですか？気が狂っとる。確定クリやべえな。てかもっと2個持ってるだけで確定クリになっちゃうの。誰だよこれ考えたやつ、ありがとうございます。こんにちは。スロー一番きついんだよな。よいしょ、はい、これまた増えますね。と取られると困るな。うずれ、あ、バッテリー悪い子だね。100回復した今。ありえるのか。強い俺今なんかあれだ、分かったから。今すげえ輝いてる俺。来ましたね、あなた。そうか、これもクリティカルになるのか。
今のとはちょっと面白いスキルであると思うんだが、申し訳ねえ。なぜ俺は謝ったんだよ。やばい、今これ最強状態だろ。アジスかな。あ、バット&テリー、よし。ウォーンが未だによくわかんねえんだよね。こっち、あ、じゃあこれ腐る前に。そんなでも腐る良さないんだけど、まあゼロではないからな。70か。何がいらねえんだろう。スモークはあんまり使わない。上に傾けるどうも。またあれだね、かまいたちとかついたらやばいね。あ、っていうことこいつも一撃じゃん。確定で取れるんだけど、キークルトル。あと汚染したあれだね、汚染アーマー欲しいね。最強でしょ。敗北を知りたいな。これいらねえじゃん。っていうかご飯じゃん。だって確定クリティカルなんだぞ今。ご飯でしょ。こいつが厄介マジで。キークルトルって言いたいだけな気がする。あら、そうだなぁ。なんか、まあ、なんかショットでもいいかなぁ。あいつに関して。なんかあいつだけ異常だわ。彼、なかなかやるね。とりあえず、まあ、さすがに今日は、これで。ここでしょ。混乱になるのはちょっと葬りたいんで。もうこれ落としてくれるしな、高確率。ちょっとでもそれはあれか、さすがにいらね。ちょっと待って、これモンスターハウスじゃない。モンスターハウスではない。これこの惨状が、世間ではこれをモンスターハウスと呼ばない。ああ、これだな。よし、こんにちは。すごいねこれ、えれえ強えぞ。ああ、これね。いや、今あれか、オーバーヒート使うべきだったな。ああ、これはあれか、大丈夫、大丈夫じゃない。何も大丈夫じゃなかった。触ったらそりゃ痛えよ。携帯、あー、使ったかじゃ。よいしょ。回復量やばいな。ヒットもどっかつけちゃった、つけた、あれ？関係ねえか、あれ。パワーか、あれ。吸収つけるでしょ。吸収つけるでしょ、そりゃ。2回で余裕なんだけど。割と余裕な方の2回なんだけど。やっぱ一応体力回復かかんな。千葉くん2個いるか。どうす。いいっす。吸収でしょ。
あーじゃあじゃあこうだ。エンペラー持ってなかったっけ。あ、ねえやん。ういっ、おい、お前ふざけんな、マジで。そうやって、ここに戻る。あー、そうだ、それあるんだ。でも、これ逆にね。あ、なくなっちゃった。確定クリティカルやばいな。確定クリティカル、あ、リペアっててもそんなリペア持ってんな。バッテリーです。エンペラー、うわ、あーでも、まあいいか。今最強状態。でももうちょい欲を言うと防御、あ、うん、左上か。146。なんでそんな回復してんの。お疲れ様です。まあ無理しないでくださいね。神曲。200? 何もしてないのに。200回復した。相手も縦に。少しずつ減る。いや、これでしょう。30回くすんのでかいんだよな。置いとこう。あ、でもそっか、汚染あるのか。じゃあ汚染との液漏れと交換して。マイティはね、なんかやべえ時に、やべえ時にいけっかな。曲がハイパーかっこいい。え、俺はなんかもう敗北を知りたい状態なんだから。どうなってんのこのゲーム。いや、キャラメイクがやばい、マジで。キャラメイクがやばい。気づいたわ、キャラメイクがやばいわ。キャラメイクがやばい。なんだよ、確定クリック。気狂ってんの。もう使っててやべえと思う。いや、マジ、ほんと敗北を知りたい状態。これとりあえずだってあのチクチクぐらいでしょ。チクチクいけたら俺、しかももうオーバーヒートついてるんだよな。場所はわかるんだよな。赤くても。場所はわかるんだよな。これってかなりでかいよな。
そっか、別にだって踏まねえもんな、増えても処理するのがだるい。あ、歩くのがでもだるくなるな。パツイチでいけるようになれば。150回。バッテリーです。バッテリーですなんで生き物1個交換。余裕。あ、これそういう感じ、そういう感じ、もうそういう感じ見えてきたんだけど、いや使っちゃう、え、好きないし、多分自爆しないよ。吸収2、どんどん増やすよ、どんどん吸収するから、こんな上げてどうすんのってぐらい、まあ、上がってる気もするんだけど、あっ、エッジ高い、じゃあいらねえ。こいつきつい、こいつがきつい、食らった後回復しねえのやべえ。
あいつがやべえな、あいつはもううるさいだな、やっちゃう。なんならもうミサイルでもいいんだよ、ほんとに。よ、キークルっとる。いや、チクチクが一番きついわ、こうなってくると。誰だお前、アタックが欲しい。回復量がまあまあ来る。じゃあこれで行こうか。レベル34。賢かったぞ、さっきのやつ。知ってます。いいね、これこれこれ、そういうの欲しいか。あと何個あるこれ。ああ、まだそんなにあんの、まだそんなにあんの、取ってないの。まだそんなにあんのか。手を置いていくしかねえよな。やっちゃった。ね、こうか。いや、リペアから置いていくしかない。いや。30か、30の 10% なんだよな、でもな。わかった、生体ジェル置いていくわ。プリプリ。ちょっとさっきなかったの、パクられたんだろうな、多分プリプリどっかで。まだ寝てなかったのか。寝なさいな。値は大丈夫ですか。すごいな、まだこんなにあったんだ。いや、まだあるじゃん。金属ロッド。こっち行っちゃって。ちょっと強くなりすぎてしまう。成長頭おかしい。いいだよ、それ。
あ、盗まれる。よし。ほら、はい。これがいいね、マジで。超でかい。ピーチカリスいらない。1回からそっか、赤出てくんだっけ。186、気が狂っとる。2匹を減らしてって、バティエも多すぎるよ。多すぎるってぐらい多いよ。お好きにどうぞって感じだもんな、こんなんやられても。うん、またあれだな、かまいたちとかなんかいろいろ欲しいな。まだ欲望がやばい。針がなんかちょいっぺいいるわ俺ね。爆破欲しいねやっぱ。うわマジか、そういう感じ。リバレート、エネルギーがターン経過で減らなくなる代わりに、え、なに？ターン経過が、あ、減らなくなるんだ。え？ターン経過で減らなくなる代わりに毎ターン回復する。20以下か80以上の時に、あ、いやそれ難しくね。ターン経過だから歩ってても減らなくなるけど、20以下か80以下、え、毎ターン回復する。でも20、え、毎ターン回復してったら80以上になるじゃん。毎ターン HP が減っていく。いやそれダメでしょ、 HP 減ってっちゃうでしょ。え、それダメじゃない、それはダメでしょ。ちょっと、減らないのはいいけど普通に無理でしょ。でも行っていいかな、前よりダントツでも状況が良すぎるな。気づけばあと1時間。割と思うわ。俺意外とタフなんだな。誰やねん。ちょっ
あ、え、これ2マス詰めてくんのこいつ。ちゃんと当たんねえな。なんで俺回復してってんの？ちなみに当たった。俺なんで回復してってたの？あれすごいついてんですけど。うん、私に寄ってる。あ、こんにちは。あ、三角形になってる。かわすんだよな、こいつね。あ、そっか。じゃあ80以上、あれか。あ、しまった、さっきのやつ使えるよ。だって、たとえ上がったとしても、弾打ちで消費すればいいだけだ。これで消費すればいいだけだった。フルズワイも減らない。ダッシュとか、弾打ちで減らせばいいだけだった。まあ、それだけじゃん。そうすると、こんなに。こんなに持っとく必要がないっていう。あれっていうか HP ってマックス300なのか。あ、どうもこんにちは。ん？誰か聞こう。こんにちは。どうも。ディフェンスいいのか、これ以上上げちゃって。死ぬ気がしねえ。わ、かまいたちとかでもつけたいっすね。もうどんどんなんか、どんどん最強になりたい。きつい。待って、これはやばいな。あ、そういうタイプ。それでもこれだな。あー、食っていいか。よしよしよし。200とか回復しちゃってない。こんにちは。あ、初位置でいけるようになりたいな。超おもろい。なるほど。いいんじゃない？これ。
ダブルクロー。ああ、ダブルクローかな。やばいこれは400回薬1回であそこですか。バイクだったそれはダメでしょそれはダメでしょそれはダメだよこのゲーム。ゲームぶっ壊れるそんなことやったら。さてこれをあ、やべやべ、こうだな。かぶっ、あ、あー超強い超強いこれ。あ、当たるっすね。あ、やべえ、それ携帯充電するの忘れてた。そしたらやべえ、キムさんから電話かかってきちゃった。よいしょ。あ、不在着信ある。母ちゃんだ。ごめん母ちゃんごめん、気づかなかった。ちょっと待って、これあれじゃん。よし、この辺くっつけ回復。よし、行こうか。いやでも結局なんか調整するのだるそうだったな。毎回回復するわ。次出たらまあっていうのはあるかもしれないけど、いやこうボマーはやっぱジャガノーとか結局だからこの回復の恩恵受けられなくなるからってことだよね。悪くないよ。よし。あ、できねえ。うわー、よりによってそれついたか。足りねえな。どうすっかな。いや待ってマジで。よし、勝った。今めっちゃ危なかったね。
よし。やべえ、これ無理だ。ほら。流毒アーマー。はで、こうでしょ。毎回ね、毎回体力の3割持ってかれたら、じゃあいけますよ。これはシェルだっけ？あ、リペキか。どっち行ってもダメじゃん、これ。アイテムを縦に。こっちか。さっきのはちょっとあれだね、超えたいね。さっきの30回以上は、あ、いけるだろうけど、トリコちゃんのお腹もないし。来た、神曲。まあ、ずっと神曲なんですが、なんで今いかんかったの。過去押したつもりなんだけどな。固まってますね。よし。あれ、モンスターハウスじゃない？投げんなよ、マジで。へい、そうだ。まあ残ってただけか。すげえ、後ろから超振ってる。いらねえな。いらないっしょ、だって。いらねえな。あー、しまった。これが厄介なんだ。
あ、こいつか。何かと思った。やめて。おお。二匹か。そっか。中火。マジか。いいだね。まあ、こうか。おう。あいつこれ取ってったのか。キムバット、ああいらね。ああなるほど。これのターン回復量ってバッテリー、あ、なるほど、状態異常がすぐ治るっていうあれか。これを起きて、こいつは、はい。出ますか。よし、行こう。ペプテリゲームじゃん。しまった。バッテリー食っちゃうか。あ、いかん。そう、こいつだけやばいんだ。あ、つい手出したな。バックラ来た。よっしゃ、バックラ来たぞ。あなんでせっかくのバックラ腐ってんだよ。こいつが坊やか。ああ、もったいないな。嫌で倒したら体力回復しないし、エネルギー消費しちゃうし。しよう。L はちょっと欲しい。 L はだから1個は持っとこう。1個は、うん、そうしよっか。で、敵漏れバッテリーから使ってこっかな。こっか。バッテリーです。あ、トラップ、ちょっとハイパーいらねえじゃん。
300回復してないこれ。気のせいかな。300回復してなかったか今。だけきついわ。自爆装置ね、まあ、強いんだけどね、自爆巻き込めるからね、ちょっと難しいけどね。欲しいんだよな、めんどくせえから。なんで俺体力回復してってんの。吸収ついてるから全然当たんねえし、めんどくせえなもん。超めんどくせえ。スリープ、もうさあさあ進んで間に合ってます。息漏れがまだぼちぼち残ってんだ。行くか。
いや、どこまでいけんだ、まず1回。なんか永久にいけそう、なんかでも40回がどうのとかって言ってたような気がするんだよね。じゃあ40回目指して頑張ってみようか。うん。アウト溶けた。あー溶けたけど。よし。ベース半助よしよし。どんどん強く、まだ強くなるぞ。あ、でもあれだ、反射強くなっても受けるダメージ自体がすげえ低くなってくから、え、弱え。1しか返ってなかったんだけど今。そんなことある？意味ねえじゃん。これ足踏み。ああ、これ。スリープボムはまあこうか。これ何時までやるんだろう。一応 2時になったら俺寝ねえと、まあまあまずいんだろう。なんとかなんでしょう、知らんけど。で済むならそれでいいね。いいする必要ねえし。どうですかな。それじゃあこれなら。うん。あ。あと必中欲しいね。欲張りすぎかな、さすがに。ちょっといらねえ、ステルスもハイパーいらねえ。ありゃ、てか半分はバッテリーか。半分はバッテリーなんだ。行けよーもー。あ、こういう感じになってるんだね。まだでも結構こんなにあったんだな、まだ。これは。行くか。
新たな支援に足が踏み入れた。強くなって襲いかかってくる。マジで？なんか今んとこその片鱗は6 なるほどなるほど。え、そんなに上がっちゃう？すぐ。え、なにこれ。ジャガーノットはちょっととても魅力的なスキルではあるんですが、うん、経験値やべえ、さすがにやべえ、これは。あー終わった、マジかー。うわー、くっそー、やっちゃったなぁ。すいません。調子こいてました。はい。いけるだろうと思っちゃった。死ぬわけないじゃんって思っちゃいました。ふぅ。月を見上げて、はぁ。わかりました。でもな、全然なんだよな。てかこう天気崩れた時にあれだね、無限回路行っちゃダメだね。天気崩れた時に無限回路行ったらダメだね。まあできねえかな。無限回路じゃないか。花にとか、うん、腐った何か。ああ、そうだな、じゃああれだな、最後あれご飯集めて終わるか。うん、いやー強かったね。最後はちょっとあれでしたね、なかなか。25なんだな、まだ。うん、でも死ぬ気がしないって感じだったんですけど、ね、あ、でも分かった、モッドは2個持っとくといいんだね。そうすると確定クリティカル、キャラメイクが出たら、それはハイパーやばいね。キレメラキノコ微妙。
さすがにいい時間なんで、ああしまった。うん、これで汚染物質を。中央ぐらいでもいいから、とりあえず取っときたいな。ご飯あげないと。いやでもあれだね、調子こいちゃったな30回から。いやもういけるっしょって思っちゃったよね。なんかでもあれ99回ダンジョン、試練とも全然違うなぁ。うん。よりは全然いけそうだったけど。やばいよ、さっきのがちょっとやばすぎて。いやでも面白かったな。99回クリアしたいな。行けるとこまで行きたいよね。リペアいいね、汚染されてる。ていうか中央線のやつ2個と強線のやつはどっちがいいのかな。例えば、あの、除染薬、除染剤、中央線2個と強線1個だったら、ね、どっちだっていうのがちょっと気になったりならなかったり。よし。でも最後舐めてたなマジで。いやいやもういけるっしょ思っちゃってたもんね。やばいな。でも液漏れ使うかな。ちょうど汚いんで。ありがたいことに。へい。気持ちよすぎでしょ。
定だったんだよな、さっきまでな。いや、あれな、やっちゃったな、マジで。え、もういけるっしょって思っちゃったんだよな。さあ、甘さが出たわ。99回でも、マジ攻略したいな。サッカー上だけやばい。一個ぐらいなんか綺麗なの出てほしいけど。出んわな。マジかよ。嘘、本当に。あ、なんで、なぜか、なぜか守っている。あ、こんばんは、どうも。なんかのイベントって、お前、お前、俺の存続がかかった。そうっすね、イベントです。2時までです。行ってなかったっけ。うわー、相手がまあ いたけど消えたよな、まさに。なんかどうせ娘っ子のとこ行ったんだろうなって。しまった、そういえば46億年物語やんで忘れてた。今日やろうと思ってたの。何時今。あ、でもあと20分なんだ。なんか今日はもうずっと、俺何時からやってたっけ。夕方。あ、俺5時からやってたんだ。すごいなぁ。9時間ぐらいやってんの俺このゲーム。あ、でもおかしい。まあ飯とかは行ったけど、差し引きしても多分1時間半はやってんだろうな。おかしいな。ああ、いや面白い、マジで。本当にハマっちゃったな、ローグライク。まあ試練もな、フェイクリアするまで毎日 2,3 時間ずつぐらいやってたしな。周りがすげえいいんだよな、超うぜんだよな。ちょっと、なんか全然苦じゃないんだよ。全然苦じゃないわ。明日休みだったら多分もう朝までやってんじゃないかな。もう一回多分無限廃墟やってたと思う。俺はでもさ、もともとさ、あの力がないからさ、こんぐらいやんないと残れないから。わっ、こうしてこうでしょ。甘いわ。どうしよう。いや、もういいか、さすがに。あー、でもなー、これなー、微妙なんだよなー。全部腐ってるとか。中央線か。これな、トリコちゃんがな。次綺麗だったら。あ、でも汚染物質はだいぶ、でも1いかないんだ。マジか、これで1いかないんだ。これってでもあれリセットされてんのかね。次行ったら
どうなるんだろう。あ、綺麗になってる。次行ったらトリコちゃんの、いやでもあれだよな、これ食えるよな多分。動かしてこの辺とかもな、綺麗なやつにしたいんだよな。とりあえずこれ数とくか。で汚染状態がなくなったんでもう一回潜りますか。じゃああれだね、2時までやっちゃう。2時までやったらさすがに寝ないとな、仕事行けなくなっちゃうわ。明日仕事中トイレで寝てるだろうな、絶対トイレで寝てるわ。うわあ、意外となんか、なんだろうな、ゲームに対する情熱があったんだなって感じだな、まだこんなに。ちょっと待って、もう一回廃墟行くよ。トイレで寝落ちね、気持ちいいんだよね、マジで。ああ、いい曲。多分なんか好きなんだろう、なんか好きなゲームやってると、あれだね、もう本当に9時間やってんだね、頭おかしいな。どっちでもいいな、別に破壊層しかないし、いろいろやろうと思ってたのに、俺今日これしかやってないな。弾丸論破とか、てかスチームのね、ずっとやろうと思ってたホラゲーとかやろうと思ったんだけどな、やっちゃった、これ面白くて。やばい、面白すぎるこのゲーム、永久にできるわ。あー、なんもないのか。あ、フロア1だからな。ご飯ないな、ご飯出てきてくれ。腹持ちよくなったからマジでもほんと全然減らない感が。あ、でもさっきそっか食わしたもんな。あー、まだ、マジでまだこんなん、まだこんなんか。きついな。綺麗なご飯あげるまでは俺は寝れねえ。うちの子に綺麗なご飯あげるまでは寝れねえわ。さすがにこの次は。くそ、まあ汚染物質集まるのはいいんだけど。やべえじゃん。全部中央線になっちゃうんだろう、このままいったら。どうすか、お願い。ああ、よかった、綺麗なの出た。よかった、美味しいご飯を食べさせてあげられる。あれ、勝てこいつ、なかなかやるじゃねえかよ。2には上がんないか、さすがに、さすがに2には上がんないか。 1.25 ぐらいかな。明日そうだ、ニンニクマシマシ、なんだっけ、ガーリックマックスのペヤング探してこないとな。っていうかあれ、ファミマ先行販売だったんだね、数量限定で。知らなかったんだけど。だから他のコンビニ結構いろいろペラペラしたけど売ってなかったんだ。ただあれ3人で食わないとやばいんだよな、カロリーが
2800キロカロリーだから死んじゃいますね一人で食ったら。っていうか食えるけど、その一日それしか食えないっていう縛りを設けないといけなくなる。俺と母ちゃんと弟で食う。そうすると600キロカロリーまで抑えられる。母ちゃんはでもね、職場のニンニクの匂いが言うから、休みの前の日に食わないといけない。そうなんだよね。ニンニク食った後ってさ、あれだよね。まあ、なんだろう、まあ、ね、夜中にラーメン屋とかさ、締めのラーメンとか行くじゃん。その後にさ、歯磨きしてもさ、ゲップした時やばい感じ。死ねって思われる周りの女子高生に、胃なんだな、いつか体内なんだなって思った。やっぱあれステータス上げてもやっぱあれなんだな。ああ、プラス3してもまず埋まんないんだよな。何やってんだよ。あとは、ここ、一番最初のダンジョン、そんなに、お、そんなに、あれないよ。あ、埋まるかも、もしかして。そんなにないよな。なんか、なんだろう、強い。強い、なんか、なんだろう、レベルアップボーナス。そんなにないよ、多分。わかって。こういう時にファイト欲しいんだけどね。これ全部取れんじゃない？あ、全然余裕だな。むしろ全然埋まってない。28か。お、お願い。あ、いいね。まさりイベント知らず、ショックやわ。10個目してってもらえると助かります。お願いします。あとかでいい、あとかでいい。あ、もうなくなる。マジか。液漏れ1個使えば、いやーきついかな。え？なんでもいいよ。何でもいいから10個目してってくれよ。絵が、絵の意味がわかんない。マサルがもしテロリスト集団の一員だったら、テロリストのリーダーが両親の呵責でやはり計画は中止にしようって言った時に、えって言いながらボタンを押しそう。えい、あっち向いてほい。あ、右か。かわゆ。あ、こんばんは。ま、あなたたち元気だね。おっさんは深夜に元気なのか。近く伸ばして死んだやつがいるらしい、マジで。ああ、オッケー。俺はうちの娘に美味しいご飯を食べさせてあげられるまで寝れねえんだけど。
ベントなんだかんだ。でもなんか俺さ、長時間配信ってさあんまりやってこなかった。いやそうでもないな、ロックマンやってる時やってたかな。あ、ロックマンとダクソやってた時だな。ダクソやってた時切れながらやってたわ。ロックマンは最長何時間、5、6時間ぐらいか。始めたらもうその日のうちにワンタイトルクリアしてたから。あ、だ結球持ってたのか、もったいな。あ、シールドもつけてすげえ、どんだけ俺が適当にプレイしてるかっていう。あ、1回戦ぐらい死なないしみたい。あと1週間ですね。今月も通れといいね。カイトつけるか、久々にスケープたまにいらんことするなと思う時もある、そのエスケープっていうの、まあ、結構助かるけど。この間俺もそういえばあのめんどくさいやつ来たから、あれだよ、マサルを見習ってちゃんとうるせえぶっ飛ばすぞって言ったっす。なんかさ、動物の森あるじゃん。でやたらさ、うちの島来てくださいってさ、いつも行ってくるやついてさ、いや間に合ってますんで間に合ってますんで。行ったよ俺行ったぜ。あれだ、っていうかそんなに自分の島来てほしいのかな。なんか全然なんか友達とやるぐらいのあれしかないからさ、そんなにさ赤の他人に来てほしいもんなんですかね。すごいそこは全然分かんなかった。新しいやつ、サセマン兄貴って呼んで、サセマン兄貴。サセマン兄貴はあのあれ、なんかきっぱり行ってから来なくなった。あ、耳かい。ね、俺でもさ、俺嫌だからさ、うん、そういうの。うん、なんかいろんな人がいます。うちの家来てはあれです、可愛い女の子に以外で言われて嬉しいもんじゃないかな。可愛い女の子にあんなに情熱的にアタックされたら嬉しいだろうなって思いながら拒否した。うん、サセマン兄貴で、サセマン兄貴だからやたらあのあれエッチしようって誘ってくるあのあれ、そう簡単にやれそうなやめといた方がいいな、そろそろ。なんでもないっす。ああ、そっか、終わりか。お前ら元気だね。うん、なんで寝ねえの？トライバルとお前らぐらいだと寝ねえの？トライバル生きてんの？そういえば。教えてくれよ、トライバルの近況。これ一応、どうすっかな。
とりあえずいいかな、これ。誰もトライバルの近況知らねえんだ。なんなんだよ、トライバルって。本当にいるの、この世に。知らないですね。なんでしょう、お前友達じゃねえよ、トライバル。トライバルの友達って誰？トライバルってそもそも何？とりあえずこれ食べさせて、食べさせて終わるか、今日は。蘇生漫画に聞こなくなった。存在しなかった世界です。そうかもね。俺は少なくとも知らないよ。素材的にはかなりいいね。って感じですね。うるせえ、ぶっ飛ばすぞ。ウルブツ。ウェイ。誰もトライバルを知らない。